くよです。葵だぜ。さて今回は結構前に紹介したデスマフィン事件についてまた話してみようと思うぜ。おやおや、また紹介しちゃうの？前回はタイミング的に事件直後って感じだったでしょ？だからその後お店や店主についてどんな話が出回ったのかってのも込みで話してみようかなって。ああなるほど。それは確かに気になるかも。ってことで食品安全管理の重要性が浮き彫りとなったデスマフィン事件とその後の動きを紹介していくぜ。OK お願いします。それじゃデスマフィン事件の内容から話していこうと思うが、つくよはどこで発生した事件か覚えてるか？確かイベント会場だったよね。そう、2023年の11月11日から2日間にわたって東京で開催されたデザインフェスタ。通称デザフェスと呼ばれるアートイベントの会場で売られたマフィンが全ての元凶で。そのマフィンを売ってたのは東京の目黒区に店舗があったハニーハニーキスというお店だった。住宅地の中にある小さいお店だったんだっけ？だな。焼き菓子店としてマフィン以外にもクッキーやシフォンケーキを販売してて。お店はこんな売り文句で健康志向の高い人から人気を集めていた。当店の商品は防腐剤や添加物を使ってないので赤ちゃんでも安心して食べられます。ふむ。いわゆる無添加でオーガニックな商品ですってアピールしてたんだよね。そんでデザフェスの会場へ出店し2日間で9種類のマフィンをおよそ3000個も販売するが、その後それらマフィンを購入した人からマフィンがヤバすぎるって声が SNS 上でたくさん上がり、その内容がすごい勢いで拡散しマフィンのありえない状態に世間が震え炎上することになる。納豆みたいに糸が引いちゃってるとか普通にホラーなんですけど。その画像はインパクトが強烈すぎて一番拡散されたやつだしな。他にも納豆みたいな匂いがするんだが、ぐにょぐにょになってて腐ってるっぽいなど、その見た目や匂いに異常を感じたという声がたくさん上がったわけだ。でも食べちゃった人もたくさんいたんだよね。そう、だから食べたらお腹が痛くなったといった報告も上がるようになり、そこから下痢や嘔吐など体調不良を訴える人が次々と現れ、騒ぎがどんどん大きくなっていく。まさか腐ってるなんて思わないだろうし、食べちゃった人たちがほんと気の毒だわ。ただその後店主の見せた対応がよろしくなく炎上がさらに加速するっていう。ああ確か腐ったのはお客さんのせいだ、みたいなこと言っちゃったんだっけ。だな。ただその後店主はことの重大さを理解し謝罪の言葉を SNS に投稿する。そしてお店は厚生労働省や保健所からマフィンを回収するよう指示されたってわけだ。前回紹介した時はその辺で話が終わってた感じよね。それじゃその後どんな動きになったかも含め店主の対応について詳しく話していくが、まずデザフェスでの販売が終わった翌日こんな謝罪の言葉を SNS へ投稿する。皆様にお詫びとお願い。販売したマフィンから納豆のような匂いがすると報告をいただきました。もし納豆のような匂いがしたら食べずにすぐご連絡ください。ほほう。デザフェスの期間が終わった翌日にそれって怒涛の展開だったんだね。騒ぎが一気に大きくなってたのがよくわかるでしょ？そんでその翌日こんな言葉を SNS へ投稿する。重く受け止め、二度とこのようなことがないよう営業を停止しようと思います。さっきから文章が残念なのがちょっと気になるわね。原文はもっとガチャガチャしててこれでも結構修正してるんだぜ。葵が一番イライラするやつじゃん。なんか具合が悪くなるし。マフィンが腐ってた理由についてめちゃくちゃなこと言ってたのもそのタイミングだったの？そう、こんな言葉を同じく SNS へ投稿していた。保管場所はクーラーをガンガンにかけて18度以下を保っておりましたが、外気温が高かったため何個か傷んでしまった可能性がございます。嫌だから言葉のチョイスよ。謝罪するタイミングでガンガンなんて言葉使っちゃダメでしょ。続けてこう言う。当日の朝、お店で1個食べてから行ったのですが気づかず販売してしまい申し訳ございません。イベント会場へ向かう前に食べてたってことね。なんというか言葉が足りてないわね。なかなかでしょ。そんでマフィンの製造について原文のままだとこう言ってた。一人で製造をしておりますので、5日間ずっと製造しないと間に合わないため、製造し続けておりました。ほんと文章がガチャガチャしちゃってますねー。そんな投稿がされると世間から保存方法がずさんすぎる。1個しかチェックしてないのか。気づかなかったってほんとかよ。5日間から作ってたってヤバすぎる。など。言い訳を含んだような店主の言葉に対し批判の声が続出したんだな。確かに言い訳みたいな言葉はいらないだろって思われてもしょうがない内容よね。そして店主は問題のマフィンを購入した人に対し返金の対応をしていくとも言ってたが、その後お店の宣伝などにも使用してたツイッターやインスタのアカウントをいきなり削除する。え、そんな展開になってたの？それらアカウントは被害者にとって問い合わせの窓口にもなってたわけだが、
お店も営業してない状態だったから夜逃げしたんじゃないかって声が世間から上がったんだぜ。そう思われる理由があったってこと？だな。まず今言ったように SNS のアカウントを予告もなく削除したから。その動きから被害者への対応を投げ出して身を隠すため逃げたんじゃないかと騒がれたんだ。確かにいきなりだとそう思われてもしょうがないわよね。普通の感覚なら連絡が取れる窓口を変更するとか何かしら予告してから削除するよねっていう。いろいろ言われて気持ちがもう限界になってたのかしら。そうだとしてもただただ無責任すぎるって話だぜ。ふむ。被害者の気持ちを考えたらそうなるわよね。だからそんな状況になってると知った保健所は店主に対し公指導する。一時的であったとしても連絡先をなくすというのはあってはならないことです。責任を持って対応を継続してください。保健所とかはさすがに店主と連絡が取れる状態だったと。さすがにな。それでそんな非常識な動きを見せた店主に対し、また炎上に油を注ぐようなことやってるなど批判の声が上がりまくったんだが、その一方で脅迫でもされたんじゃないかと心配する声も上がっていた。ああ確かにそんな話になっても不思議じゃないわよね。あれだけ大きな騒ぎになってたわけだし。実際のところ店主は命を奪ってやるなど何度も脅迫を受けてたらしく警察へ被害届も出してたようだ。そういう脅迫とかする人って被害者じゃなかったりするんだろうね。頭のおかしいクレイマー気質の輩が勝手に興奮し首を突っ込んできそうって想像できちゃうしな。ストレートに言っちゃうとそういう人たちって気持ち悪くてしょうがないんだけど、なんか想像するだけで背中がゾクゾクしてくるし、正義感をこじらせちゃっためんどくさい人ってイメージしか湧いてこないぜ。なんでそんな感じに仕上がっちゃうんだろ。まったくもって謎すぎるが、とりあえず暇人なのは間違いないでしょう。ふむ。そんで夜逃げしたんじゃないかって騒がれたのは他にも Google マップで併用となってる。お店へ行ったら不在票がたくさんあった。お店に電話しても全く繋がらない。といったことが理由になっていて、デザフェスで問題のマフィンを売ってから1週間後ぐらいにお店はホームページを新たに作ってたが、その中でお店を再開させる予定はないとしてて取材した週刊誌がそのことを報じてもいた。SNS のアカウントを全て削除してからホームページを作ってたってこと？みたいだな。だから多分非難の言葉を受けやすい SNS から逃げたって感じなんじゃないだろうか。電話が繋がらないっていうのもその流れだったのかしら。おそらくな。消費者庁がお店の問い合わせ先として電話番号を公表していたほか、ネットで検索すればお店の電話番号はわかる状況だったが、その二つの電話番号が違っていた上、どっちに電話しても営業時間内にお電話をお願いしますと音声が流れるだけだったらしい。だから世間から音信不通にするなんて責任を放棄したとしか思えないとか、いたずら電話が多くてそうしてるんじゃないかといった声も上がってたようだ。電話が鳴りっぱなしで相当ストレスだったんだろうなっていうのは想像できるけど、だからといって電話が繋がらないようにするのはさすがによろしくないわよね。夜だけそうなってるならまだわかるけど24時間そんな状態だったみたいだし、だから多分なるべく叩かれない状況を自ら作っていったってのが本当のところでしょう。結局その辺は今でもわからないままになってると。何かと状況の変化はあったけど店主の口から説明があったわけじゃないし、そうなるぜ。なんか話が中途半端だなあ。それ言っちゃう？だって夜逃げしたんじゃないかって思う人が多かったってだけの話なんでしょ？その後の話について紹介するつもりなら本人の説明があって初めて成立するものだと思うけど、なかなかシビアなご意見ですな。見てる人だってモヤモヤしちゃうだろうし。確かに。ただまあこの先本人が説明しそうな雰囲気でもないが、ほとぼりが冷めるのを待ってる感じなのかしら。店主の女性にはお子さんもいるしで、プライバシーが配慮され報道しない流れにもなりそうだし。なるほど、お子さんがいるのね。まあでももう終わった話って感じになってるのかな。騒動が起きたのは1年近く前の話だし、マフィンを自主回収するって動きもとっくに終わってるしな。いつ頃終わったの？騒ぎが発生した日から1週間後ぐらいに一旦終了してたって感じだぜ。え、そんな早いタイミングだったのね。なんでも消費期限が過ぎたからってのが理由になってたらしい。ほほう。それって厚生労働省とか保健所から指示されてって話なのかしら。おそらくな。厚生労働省が販売された3000個のマフィンのうち851個が回収されたと発表してたし。へえ、1週間でそんなに回収できたってなかなかすごいわね。だからまあいろいろ対応があれだったけど、店主はその辺ちゃんとやってたんだと思う。と言いたいところだが、回収の対応、つまりマフィンの返品対応についても批判を浴びてて、まず店主は返品する方法について当初レターパックでお願いしますと指定してたんだぜ。レターパックって郵便局のやつかしら。
だな。いやいやいや、それって確か厚さに制限とかありますよね。レターパックには2種類あって、レターパックプラスってやつは厚さに制限がないんだが、みんなが普通にイメージするのは厚さ3センチメートル以内となってるレターパックライトになるでしょう。ポストに投函できるってやつだよね。そう、つまりはどうなる？どうってそんなものにマフィンを入れて返品するなんて無理だろって思われたんじゃ？ああ、そういうことだ。店主がレターパックライトの方をイメージしてたのかは不明だが、レターパックにマフィンが入るわけないだろって声が上がりまくったんだな。これまた言葉が足りてないって話じゃない。説明が下手すぎると言われてもしょうがない流れだが、致命的な要素もあったんだぜ。何よそれ。そもそもレターパックは種類を問わず生物は送れないとなってるんだ。ああ確かに安いのが売りでポストに投函もできるわけだし、そりゃそうなるわよね。だから世間からこの人は一体何を言っちゃってるんだとツッコミが続出し、さらに自主回収で送る方が発送料を負担するって意味わからんって声も飛び交ったんだぜ。さすがに店主はそういうつもりじゃなかったんでしょ？その後返金する際に発送料を加算しますって説明したしな。つまりお得意の説明不足がまたしても炸裂しちゃったわけで。おいおい説明が適当すぎるだろ、いろいろと残念すぎる人だな。そもそも安いレターパックを指定するとかケチってるといった感じで批判されまくったんだ。それでその後発送方法の指定をちゃんと変更したわけ？ああ、結局 U パックで送ってくださいと訂正してたぜ。ほんともう詰めが甘いというかなんというか、しっかり考えずいい加減にやってるって思われてもしょうがないわよね。さらに返金の方法についてもキャッシュレス決済サービスの PayPay だけを指定してたっていう。え、それのみなの？ああ、それのみだ。いやいや PayPay を使ってない人なんて普通にたくさんいるでしょ。PayPay だったらスマホだけで送金できるしな。だから自分の都合しか考えてないだろってこれまた炎上する。ああもうダメだこや。なんかもうさっきからいちいち残念な人じゃん。自ら炎上させるスタイルで呆れちゃうが、連絡を受け付けるタイミングもこう指定してたんだぜ。土日祝日を除く平日の10時から午後5時までの対応となります。おいおいおい、しっかり休む気満々じゃないですか。すごいでしょ。なんかもう怖くなってきたんですが、一体どういう心境でそんな設定にしてたのかもはや興味が湧いちゃうレベルだぜ。とりあえず相当図太い人ですよね。ああ、相当だ。国を挙げてその神経を研究した方がいいんじゃないだろうか。それで返金対応の窓口ってさっき言ってた新たに作ったホームページだったわけ？そうだぜ。レターパックでマフィンを送ってくださいとかいうめちゃくちゃな説明も含めてな。だから時系列でまとめると事件が発覚する。SNS で呼びかけ1週間で851個のマフィンを回収する。SNS のアカウントを削除し夜逃げしたと噂になる。ホームページを開設し回収や返金を進めた。といった流れになるぜ。なるほどねー。そんでまああくまで個人でやってたお店だったから返金対応をスムーズにできるのかって部分も注目され、被害者にとってはどういう流れで返金されるのかが気になるポイントとなっていた。ああなんか前に紹介したタイミングだと購入を証明するのが難しいって話になってたんだっけ。だな。そんでその流れはホームページで返金を受け付けるようになってからも変わらずで、店主は返金の対象とする条件として購入したことを証明できる人としていたが、そもそもお店は現金で購入した人に対しレシートを渡してなかったっていう。そうそうそういう話だったわよね。だからそんな条件に対し、いやいやどうやって証明すればいいんだよ、意味わからんし、レシートを渡してなかったってわかってるはずだろ、相当悪質な対応じゃん、など。そのお粗末すぎる流れに呆れた声や怒りの声などが上がりまくったんだ。いやほんとめちゃくちゃすぎるって。ただ店主がそんな条件を提示したのは警察から指示された結果だったという。それって前の動画で言ってたことが当たってたんじゃ？そう、購入したと偽りお金を要求する輩がどんどん湧いてくるだろうと懸念されたわけだ。そんで購入を認める対象をマフィンの現物を返品した人、消費期限のラベルを提出した人、病院でもらった診断書を提出した人だとしていた。レシートを渡してなかったってなるとそうなっちゃうわよね。ただそんな中、訴えると言われましたと被害者が SNS へ投稿し世間がざわつくことになる。何それ店主から言われたってこと？らしいぜ。その人によると店主に返金を求めた際こんな内容のメッセージが届いたという。レジで照合できないものは返金できませんのでお金を騙し取るつもりなら訴えます。なんでそんな強気な感じでいけるのよ。多分そんな輩がたくさん湧いてきて警戒心が強くなってたんだろうが、そんな対応をされたその人は相当憤りを感じたようで SNS で怒りをぶちまけていた。そもそもレジで照合できるパターンなんてあったわけ？PayPayで購入してた場合のみレジで照合できるようになってたらしい。
ああなるほど。って対象がめちゃくちゃ限定的じゃない。炎上する要素がとことん出てきても早感心しちゃうぜ。それで結局回収と返金だけで話は終わったの？と言いますと？だって確か問題のマフィンは厚生労働省から相当危険性が高いって指定されてたんでしょ？だから事業の停止だったり販売許可を取り消すみたいな行政処分を受けてないのかなって。結論から言うとマフィンを販売した日から1ヶ月ちょっとが過ぎた頃行政処分は見送られている。え、そうだったんだ。まずおさらいすると厚生労働省は問題のマフィンをクラス1。つまり健康リスクについてフグや毒蛇も含む最も危険性が高いとするカテゴリーに分類してて、食べたら高確率で命が危険になるものだと悪い意味で最高の評価をしていた。でもそれって確か被害を広げないためでもあったんだっけ？そう、問題のマフィンがたった2日という短期間で3000個も販売されちゃったから。厚生労働省は被害が大きくならないようあえてそんな発表をしたとされている。話題を大きくして捨てさせたいって狙いもあったんだろうね。そんでそれと同時にお店のこんな問題点も次々と浮上する。焼き加減が足りず細菌が増殖してた。消費期限が過ぎてるものを販売してた。細菌の増殖を防ぐ効果のある砂糖の使用量が通常の焼き菓子に比べ半分以下だった。砂糖の話はまああれだけどそれ以外は圧倒的にアウトってなるわよね。でも砂糖が少ないと細菌が増殖しやすいって知ってたのか疑問なレベルだが。確かに。知ってたら5日前に作ったものを売っちゃおうなんて思わないだろうし。もし知っててやってたら、って考えるとゾッとしちゃうけど。さすがにそれはないんじゃない？っていろいろずれてる人っぽいしあるかもねー。あと消費期限が過ぎているものを販売してたっていうのも、一般的に無添加のパンは消費期限が2日ぐらいだとされてるが包装はラップで包んでるだけだった。だから専門家の人がそんなやり方だと消費期限は作った日にするべきですと指摘してたんだな。そんなものを5日後に売っちゃうとかどう考えてもヤバすぎるってなるわよね。そんな感じだから、店主は食品衛生について知識が全くなかったのか、危険だと分かった上でそんな営業を続けていたのかといった批判の声も上がるが、保健所の人によると衛生指導をやったり自主回収を依頼した時店主は反省してる様子だったという。それで結局分かってやってたわけ？保健所に対し謝罪の言葉はあったようだがその辺の詳細については話が出回ってないようだ。また中途半端な感じだねー。いずれにせよ本人は分かってましたなんて言わないだろうし。まあ確かにそうだろうね。それで保健所はその頃から行政処分を視野に入れ調査を進めてたんだが、結局根拠を得られなかったとして行政処分が見送られることになる。いやいや根拠だらけだと思いますが、状況証拠的にはそうなるだろうが確固たる物的証拠はないとされたんだ。何よ物的証拠って、体調不良を訴えた7人の便や売れ残ったマフィンの成分を分析したところ、食中毒の原因になり得る細菌が検出されなかったと発表したんだぜ。納豆みたいになってたのに？そう、つまり健康被害の報告に対し食中毒とは断定できないとはっきり言い切っていた。そんなの誰も納得しないでしょ。もちろんその内容が報じられると、おいおいマジかよ、まさかそんなオチになるとは。体調不良を訴える人がたくさんいたのに意味わからん、といった声も上がりまくる。いやほんと意味わからんし。だからもうその時点でデスマフィン事件は割とあっさり終結してたんだぜ。それじゃ店主はまたお店の営業を再開できちゃう状況になってたわけ？そうだ。ただその後お店の営業は再開されないままで店主が取材を受けたという話もなかったから。ネット上で家族みんなで海外へ逃亡したんじゃないかといった声まで上がるようになる。それってただの妄想でしょ？だな。証拠もなくみんな好き勝手に言ってるだけだ。葵さん一般人がブログに書いてるような話は紹介しない方がいいと思いますよ。私もそう思うが店主の言葉が表にほとんど出てないからどれも噂話のレベルになっちゃうんだな。夜逃げしたって話もみんな勝手に妄想して楽しんでるだけなんだろうし。多分あまりに情報が出てこないからそんな話も生まれたんじゃないだろうか。ほぼほぼそんなところでしょ。っていうか店主は返金の対応をずっと続けていたようだし。ただそんな中お店が営業を再開してるって話も飛び交ったんだぜ。また勝手に妄想してたってオチかしら。その話はそんな感じじゃなくお店の名前を勝手に使われホームページが作られていたんだぜ。だから店主は注意喚起し営業を再開する予定はありませんとコメントを発表する。やっと本人の言葉が出てきたって感じだけどさすがにまたお店をやろうって気にはならないのかな。今の時代はどうやってもあっという間に特定されちゃうだろうしな。あとこれもあくまで噂話だが店主が東京でベビーシッターをやってるって話も広まってたようだ。どういう経緯でそんな話が広がっちゃうんだろ。なんか普通に怖いんだけど。
ずさんな管理によってとんでもないものを売っちゃっていたのは間違いないことだが、そんな話まで出てくると個人的には正直もう放っておけよって気持ちになるぜ。脅迫されてたって話もそうだけど、ネット社会の闇ってやつを感じちゃうかも。確証のない話ばかりだが、脅迫されてたっていうのは本当っぽいし、みんなで一斉に誰かを袋叩きにするみたいな風潮が強まるのはよろしくないよねって思うが、まあ店主のやってきた対応があまりにお粗末すぎるって話にもなるんだろうけど、確かにそんな風潮を感じちゃうことってちょいちょいあるしねー。はい、というわけで今回は世間が騒然としたデスマフィン事件とその後の動きを紹介してみたぜ。正直割とふわっとした内容だったなぁと。はっきりこうなりましたって断言できるような話も少なかったしな。でもレターパックの話とか返金対応の受付が平日のみだったとか、前回のタイミングじゃ聞けなかったぶっ飛んだ話も結構あったわね。あとはその後の動きで言うと、あの騒ぎが食中毒だとされずお店は行政処分を受けなかった。もうこの一行だけでよかったんじゃないのって説まである。どう考えても食中毒が発生してたとしか思えないしねー。こんな噂を聞いたとか事件について知ってる情報があればぜひコメントで教えてほしいぜ。それじゃ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。